わしらな、汚ねえ忍びなんぞする気ないんですわ。登場会には登場会なりの掟ってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みてえのやり方には正直ついていけねえ。そうだ、登場会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃい。 ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、きれいごと抜かすならきっちり収めるもん収めてから言えやボケが。何やと、シートばかり5代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで参事団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。新参か新参でないかは もう重要じゃないんですよ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する実力主義に基づいた血の入れ替え施策、それが5代目が進めてこられている登場会改革です。 結果を残せる人間なら新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やと、てめえこの野郎。お静かに願いたい。 よろしいですかな。ではこれより緊急幹部会を始めましょう。5代目、今日はどういう案件です。また例の登場会改革ですか。そう、その続きの話です。現在空席になっている 若頭を決めたいと思うております。若頭、どうやって決めるんで、どうするんだ、誰がなるんだ。若頭は登場会で実質的に私に続く力を持つポジション、誰にするかで今後の組の命運が決まると思うております。ですが、 外様出身の私にはその判断は非常に難しい。そこで私の進めている登場会改革のルールに沿う形で適任者を選ぶことに決めました。ルール、どうやって決めんだ。登場会改革は結果を残せる人材を 結果とは稼ぎですから、本部への上納金を最も多く納めている組、そこの組長、登場会の次期若頭に任命します。それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。井淵。はい、それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから登場会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ、まあ 柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と植松さんの植松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね、この結果に基づくと
1位は上松組、つまり次期若頭は上松さんということになりますかな。ふざけんな。お前らが稼ぎがいいのは汚い下着に手染めとるからやないか。登場界にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は上松組の上松さんということで。あんたの席じゃねえだろ。黙って見とけ。で、なんじゃありゃ。どうやってあの中ね。どうしたんだ、こんな大金。俺、草野球がしたくてのう。金貸した時の担保に神室町近くの空き地をちーとばかり手に入れとったんや。そしたらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいから土地を譲れ言うてきての。適当にふっかけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。ま、俺がチートばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや、人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、あんまり登場会舐めとると飼い犬に手噛まれるで。五代目どうします。一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。なんや、座り心地あんまり変わらんな。Oh!
あ？ああ。どうなっちゃうんでしょうね、登場会は。あ？いや、その登場会改革とか言ってましたけど、何でもかんでも金で判断するっつうのはどうなんすかね。植松さんとか飯渕さんとか信頼できると思います？新入りのお前が心配するようなことちゃうやろ。そうっすよね。すいません。ま、登場会の5代目は寺だよ。あいつが黒といえば黒、白といえば白、それが俺たちの生きとる極道っちゅう社会や。あいつが信頼しとるんやったらそれでええやろ。ま、俺はどっちもうさんくさくて正直好かんがの。俺もそう思います。だから登場会の若頭には親父になってほしいっす。俺は若頭になる気なんてさらさらないで。え、そうなんですか？当たり前や。寺田みたいなうさんくさい男と俺がうまくやれるはずないやろが。寺田は側近の植松を若頭にしたんやろ。登場会改革も結局は自分に都合のいいやつを幹部に揃えるための口実や。出来レースってことですか？ま、そういうこっちゃ。最近は回りくどいことする極道ばかり。俺みたいな極道はもう古いのかもしれんの。親父はまだまだ若いっすよ。お前に言われとないわ。無駄口叩いとるんでさっさと車飛ばさんかい。あ、はい。何やお前ら。ひょっとして上松組のもんか。手回しが早いやないか。ええで、かかってこいや。そんなことより、あんた自分の組の心配をした方が
いいぜ。組の心配？どういうことや。事務所に急ぐで。つまらんやつらや。今回の件、
どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。部屋に入っとったら植松が死んどった、それだけ。真島さんと植松は次期若頭の座を争うライバル関係、そしてその真島さんが植松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。植松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった植松は真島さんにとって最も邪魔な存在、殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬って呼ばれてるぐらいですしね、やっても何らおかしくない。くもうやめませんか。これ以上子さん同士のかばい合いは見ていられない。てめえ柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳が汚れんのは苦手での。こいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。植松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろんそれができればね。
マジマ五郎。なんや、全部お見通しってわけか。伝説の情報屋ってのは本物のことやったんやな。あんたみたいな目立つ男を追えないようじゃ、こいつで飯なんか食っちゃいけねえさ。で、一応聞くが、何を調べたい？もちろんこの事件の真相や。俺をはめた黒幕がおるなら、そいつ見つけ出して叩き潰さな気が済まんからの。山が山だからな、情報量は高くつくぜ。安心せえ、珍しく金なら山ほどあるで。なんぼや？いや、今回は金では受けねえ。情報と引き換えに俺の頼みを一つ聞いてもらう。それでどうだ？うん、なんよ、その頼みっちゅんは。俺がここに移る前に仕切ってた西の河原って場所があるんだが、そこをあんたに任せたい。西の河原？西公園の便所からつながっている、まあ裏社会みたいなもんだ。俺の昔の仕事場があった場所でな、賭場から地下闘技場まで人間の欲望を満たすもんが何でも揃ってる。ふふ、面白そうなとこやないか。だが訳あって今はほったらかしになっちまってる。誰が信頼できる人間に任せてえと思ってたんだ。俺はそないに信頼できる人間ちゃうで。信頼できるかどうかはあんたが決めることじゃない。俺が決めることだ。どうだ、受けてもらえるか？俺は黒幕殴れるんなら何でも構へん。河原の管理の一つや二つお安いご用や。交渉成立だな。何や、これは俺の仕事道具だ。こいつを使えばカムロ町中の情報が俺の元に舞い込んでくるってわけさ。さて、植松殺しの件だったな。このモニターを見てみろ。映っとるのは俺やないかい。ああ、あんたが植松組に乗り込んだ時の映像だ。こいつを巻き戻していくぞ。これは川村なんだ、あいつが。さあな、そいつは本人に聞いてみねえとわからねえ。頭の中までは映像には映らねえからな。
どこ行く気だ。決まってるやろ、組に戻るんじゃ。カムロのやつに話を聞かんとあかんからの。残念ながらもうそいつはカムロ町にはいねえ。じゃあどこにおるんや。蒼天堀だ。蒼天堀？帰ってきてしもうたか。いらっしゃいませ。おう。いや、はあ、なあ。いや、うっそ。ああ、はあ、いや、
あ？
歯応えないの。昔と似た感じなんやな。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。何分コースにいたしましょう。あ、いや、ちょっと聞きたいことがあってな。この男がここの常連やって聞いたんやが。ああ、川村くんですか。私よく担当させていただいてましたよ。ほんまか。ええ、と言っても前に来たのはかれこれ1年前くらいになりますけどね。1年前、川村がうちの組に入ったのと同時期やな。ちいと事情があってそいつを探しとるんや。何でもええ、覚えとることはないか。あ、そういえば川村くん最後に店に来た日に気になることを言ってたんですよね。気になること。はい、川村くん上の雀荘でいつも麻雀をしてたんですけど、最後に店に来た日、借金が全部チャラになったって喜んでたんですよ。チャラになった。ええ、全額肩代わりしてくれる人に出会ったとかなんとか。その人と東京のカモロ町に行くからしばらくこの店には来れないって。借金を肩代わりしてくれる人間とカモロ町に。世の中にはそんないい人もいるんですね。羨ましい。他には何か覚えとらんか。結構前のことなんで、すみません。いや、助かった姉ちゃん。ありがとな。あ、それでお客さん、何分コースですか。あ、いや、マッサージはええわ。せっかくなんでうちのマッサージ受けてくださいよ。こんだけいろいろ話させといて何もなしですか。こっちは個人情報保護とか厳しい中でいろいろ話したっていうのに。ああ、わかったわかった。なら手っ取り早く一番短いコースで頼むわ。はい、30分コースですね。今ならうちで一番マッサージがうまい立山が担当できますよ。ようわからんから任せるわ。はい、ではご案内しますね。服を着替えてお待ちください。立山さん、一番のお客さんお願いします。失礼します。本日担当する立山誠です。よろしくお願いします。力加減いかがですか。じゃあ次は足つぼいきますね。ちょっと痛いかもしれませんけど、我慢できなかったら言ってくださいね。痛かったですか。そうですか。それならいいんですけど。じゃあ次は腕に行きますね。
すみません、腕時計気になります？これ私の宝物なんです。もう20年ぐらいかな、ずっと大事に使ってるんです。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。古い型なので替えがこの色しか見つからなくて、もともとのデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。実はこれ私の命を救ってくれた人がくれたものなんです。私実は昔精神的な原因で目が見えなかった時期があって、その人とはそんな時に出会ったんです。事件に巻き込まれた見ず知らずの私を、その人は名前も名乗らないまま命がけで守ってくれた。絶望のどん底、暗闇の中から私を救ってくれたんです。そのおかげで今は無事目も見えるようになって、結婚もして子供にも恵まれて、慌ただしいけど楽しい毎日を送れてます。あの頃はこんな未来が待ってるなんて想像もつかなかった。私今本当に幸せです。希望を捨てないで生きてきて本当に良かったなって心からそう思えるんです。でも私その人に感謝を伝えられないまま別れてしまって、ずっと後悔してるんですよね。実はここで今こうしてマッサージしてるのもそれが理由なんです。あ？ここはその人と初めて出会った場所なんです。そしてこの蒼天堀はその人との思い出が詰まった大切な町だから、ここに住んでこの場所で昔のように待ち続けていればいつかもう一度会えるんじゃないかって、会って今度こそありがとうって言えるんじゃないかって思って。あ、いけない、神器臭い話しちゃいましたね。ごめんなさい。なんでだろう、今日おしゃべりになっちゃうな。あ、今のは夫には秘密にしてるんで内緒にしといてくださいね。あ、お客さん、これうちの会員カードです。どうぞ。あの、以前どこかでお会いしましたっけ？楽になりましたか？おかげで18年もののコリが取れたわ。ありがとうございました。おう、何やって？うん、はあ、え？
とうございました。あ？なんやて？おう。つまらんやつれ。すいません。でも仕方ないんです。殺さないと殺されちまいますから。何言うとるんや。植松やったんもお前なんか。はい、でもあと一つ、あと一つなんです。それが終われば俺は自由にしてもらえる。川村、お前、親父を殺せば俺は生き返れるんです。本当にすみません。親父、死んでください。Yeah!
やっぱり強いっすね親父は。もう少し早く親父に会えてたら人生変わってただろうな。河村、お前なんでこないなことを。親父、本当にすみません。よく頑張ったな、河村。これでお前の借金、チャラにしてやるよ。いいぶち。バカとハサミは使いよう、なんて言葉がありますが、本当にその通りだ。借金肩代わりするだけで何でもしてくれるんですからね。金と暴力ちらつかせるだけでいい。極道社会ってのは本当にくだらないが楽ですね。全てお前が裏で糸引いとったんか、イーブチ。ええ、その通りです。お前何が目的や。この世で最も非合理的で時代遅れな業界ってなんだかわかります？極道社会ですよ。義理人情なんてものに基づいて素頭の悪い連中が各地で幅を利かせて好き勝手に統治している。本当あまりにも非効率すぎますよこの業界は。だからコンサル上がりの私がきっちりマネジメントしてやろうと思ったんです。なんやと。各地に散らばる極道組織を全国統一し、極道社会全体を合理的な仕組みに一本化する、いわば極道社会のアップデートですよ。この古臭い業界を俺が全て塗り替えるんです。上松やったんもその理想のためや言うんか。ねえ、極道社会の全国統一、私はそのための足がかりとして自分の所属する東条会を手中に収めようと考えました。寺田をたぶらかして自分を押し上げてもらい、邪魔な連中は排除していく。植松もそうですし、あんたもそうです。もちろん寺田も時期を見て消すつもりでしたがね。私はそうやって東条会を手に入れ、それを近江連合に譲り渡そうと考えました。近江に。はい、東条会を近江に吸収合併してもらえば日本最大の極道組織が出来上がります。そうなれば全国統一はもう目前。私はその組織の要職につき、極道社会を自分の理想色に染め上げる。義理人情なんてくだらないものに左右されない合理的で近代的な極道社会を作り上げるんです。くだらんな。あなたなんぞにその価値はわからないでしょうね。ですが近江連合のある幹部にすでにこの話は通してあるんですよ。あとは実行に移すのみ。しかしスムーズに東条会と近江を合併に持っていくためには何か大きなきっかけが必要だ。それが戦争ですよ。東条会の人間が近江の幹部を殺せばこれに勝る火種はない。だから河村に一肌脱いでもらったんですが、どうせなら河村なんていうチンピラよりもあんたが殺したってことにした方が良さそうですね。悪いがあんたにはここでいろんなもんを背負った上で死んでもらいます。この腐りきった極道社会を正すための礎になれるんだ。悪い話じゃないでしょう。
どうせあんたはほっといたらろくな死に方しねえんだ。今しんどいた方が値打ちが出ますよ。わしはお前なんぞに値段つけられるほど安い男ちゃう。お前の理想なんかどうでもええ。わしはただ目の前におる気に食わんやつを殴るだけじゃ。勢いだけで全てを変えられるわけありませんよ。そんな古臭いバカな極道はさっさと消えろって言ってんだよ、マジマ。弾いといてただで済むと思っとったんなら、バカはお前の方やで。豚箱で臭い飯でも食って一から勉強し直してこいや。残念だったな、マジマ。全てはもう動き始めているんだよ。西と東の大戦争が起こり、東条界は消える。これから面白いことになる。最高のエンターテイメントだ。一足先に行って特等席を確保しておかねえとな。マジマさん、この度は誠に申し訳ありませんでした。イーブチの魂胆を見抜ききれなかった私の責任です。
もともとある程度黒いもんを含んどるやつやとは思っていましたが、数字を重視するあまり数字にならないものを軽視しすぎた私のやり方が間違っていたのかもしれません。組の頭張る男は間違っても間違っとるなんて言うたらあかんで。え？登場会の五代目はお前なんや。お前が白と言えば白、黒と言えば黒、それがわしらの生きとる極道の世界や。どんなやり方をしようとお前が正しいと思うんならそれが正しい。ま、正しかろうが間違いやろうが、わしはお前のやり方は嫌いやけどな。なことよりわしが気になっとるのは近江の方や。近江？わしが今回ドンパチかましたんは紛れもなく近江連合の島や。それに飯淵の仕業とはいえ、うちの組員が近江の幹部をやったんは事実。連中が黙っとるわけないやろ。はい、実はすでに近江の方から説明の場を設けるよう求められております。近江と戦争になったら今のうちはおしまいや。せやから一つ提案があるんや。提案？マジマさん。この度は近江連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。申し訳ない？何のんきなこと言うとるんや。相変わらずぬるいの寺田藩は。こっちはあんたらの内輪揉めのせいで三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。まあ待て、今日は喧嘩売るためにこの場を設けたわけやない。すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります。このままお咎めなしで穏便になんてことになったらうちの連中に示しがつかん。私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ結果的にうちの部下が起こしたことを、責任は親のわしにある。ほう、どう責任を取ろうおつもりですか。真島組解散でどうや。なんやと。真島組言うたら登場会で現状一番幅利かせとる組やないけ。そないな組を解散って勢いだけで何言うとるんや。わしが解散言うたら解散なんじゃボケ。真島組は解散、わしを含め組員は全員登場会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。それで納めてもらえんやろか。
の戦争勃発の大チャンスやったのに、あの真島とかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいならあの場で噛みつけばよかっただろう。あんだけ潔い姿勢見せられたら噛みつく方が野暮ってもんや。まあいずれにせよ東条会とは近いうちに戦争することになるやろからな。その時までお楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回のイーブチってやつもあんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉そっくりあんたに返させてもらうわ。ふん。真島五郎、大した男や。できへん人間は建設もできへんで。ほれやりなし。ええか。朝にはい。おはようございます。なんややればできるやないか。なら初めからやるかい。親父。なんや。本当に俺たち真島建設なんて会社やっていくんすか。カムロ町ヒルズなんてでかい建物作るなんてノウハウもない俺らじゃ無理ですよ。アホか。ノウハウがない。何弱気のこと言うとるや。そんなんでヒルズ建設の作業員が務まるわけないやろ。いやだから務まらないんじゃないかって話なんですけど。この程度の仕事ネットで調べてとっとと建設や。そんな。ええか、今日からわしらの新しい人生が始まるんや。極道ではなく片木として不眠不休で働けや。文句を言うやつは給料抜きや。いやぶち殺したるでぃ。ブラック企業だ。店に届いてたんです。送り主が書いてないんですけど、常連さんからですかね。え、これって昔私がしてた。どうして。古い刀なので替えがこの色しか見つからなくて。元々のデザインがもっと落ち着いてて好きだったんですけどね。ベルトはさすがによれちゃったんで交換したんですけどね。もう20年ぐらいかな。ずっと大事に使ってるんです。最終着陸態勢に入りました。
どうした、マコト。眠れなかったのか。ううん、大丈夫。もうすぐ新しい生活が始まるんだね。心残りでもあるのか。ないよ。本当に。